振り返りを、そもそも振り返ろうかな。振り返るのは、松林市、玉際ボリューム5、それとアインス八千代とドリブラ、この4本を振り返ります。松林市さんはとにかく中山さんが楽しくっていう雰囲気作られてましたね。で、まあ、コーチの方々もたくさんいて、各学年いろんなところで練習してたんですけど、まあ、各コーチがその楽しさをモットーに個人個人を輝かせるためにはみたいな指導をされてた印象はあります。で、途中池田コーチが松林市のサッカーとはっていうところを語ってくれました。衝撃的だったね。衝撃的、衝撃的、ピッチの中と外からの景色は別物だっていう、はい、ああおっしゃってました。うん、やっぱりこう気づいたことは伝えてあげたいのが親心で、いいか悪いかは別としてそんな思いがあったからそういうこともあったけど、あの言葉を聞いた時にやっぱりピッチに入ってない人間が余計なことを言うもんじゃないな素晴らしい指導だと思う。なるほど、感銘を受けた。久しぶりに、久しぶりに、久しぶりに川口をうならせた、うならせた池田さん、うならせたらしいです。一緒に酒を飲みたい、飲んで俺の反省を3時間聞いて外部から見てこうした方がいいっていうのはその子がたどり着くはずのルートをすっ飛ばしてゴールを教えてるようなもので、実は少しずつ遠回りでもいいから自分が気づいていかないとダメだから、反対はどうだったの、あそういう指導ね、反対も空いてただろうってガチだ、いいガチですよね。池田さんにじゃあ飲み会のセッティングしておきます。ですねそんな3時間も来てくれないいいチームだったんです。興味がある方はこの松林市会をご覧になっていただければと思います。で、次が玉際ボリューム5、玉際5では逆足をもっと練習しておけばいいという話が出ました。中盤の選手やっぱり体の向きをわざわざ変えないと利き足だけだと時間がかかってしまう、逆足をもっと練習しておけばいろんな展開があったんじゃないかっていう話でした。どうですか親方、逆足も練習しておくのと利き足論ってあるじゃないですか、はいはいはい、間に合わない時ってあると思うんですね、はい、利き足が、はい、両足できるようになるのがベターかなとは思うんですね。僕もいろんな試合見ててやっぱそう、ね、持ち替えちゃうと間に合わないですね。ありますよね。だからやっぱそういう時に両方自信を持って蹴れるというかな。確かに。本当に 0. 何秒の差なんだけど、そこが実は大きかったという時もある、ね。あります。プレッシャーになってね、どんどん学年上がれば速くなりますね。ポジションによってもね。で、やっててよかったことが、彼はリフティングとドリブルだそうです。リフティングをやったことでトラップが上手くなった、トラップが上手くなってボールの置きどころが良くなって自分のドリブルという技術を活かせるようになった。まあ自主練でできる話しか出てないんで、玉際はジュニアの皆さんぜひ活躍のために頑張ってください。次はアインスやチュージュニアユース編の第1弾になりました。一番印象に残ったのは、僕は個性は絶対に消さないっていうあのフレーズ、最後練習見てても何かアドバイスをちょこちょこ入れてるかっていうと、もう結構見てるだけっていう感じなとこはあるのと、選手個人個人の選択を尊重してたイメージがありましたけど、アンダー15が一部昇格と、今年か、今年一部でやるんですよね。アインスの皆さん頑張ってください。ドリブラ、何の
何にも聞かされてなくスニーカーとジーパンで行ったらヤーマンが教えると。ヤーマンのあれ見てますよ、ショート動画。青足トレーニングをちょっと絶対ドリブルの練習してないだろうから一緒にやろうと思って。3日目でしょ。大体やってないもん。いやいやいや、カメラが回った時だけと思うじゃないですか。ジンがやったりしてるんですよ。じゃないな。家でなんか、ね、振りはしてました。ヤーマンのショート動画しばらく間空いてますね。多分今頃撮ってる。近日公開します。1年経ったんですよ、玉響ジュニアチャンネル。あっという間だったね。ご協力いただきながら1年つらかった。つらいんだ。つらいはつらいですよね。今何チームいったの。チームは多分15ぐらい。15、うん、ジュニアユース入れて15ぐらい。何分の何年計画ただあのチーム行くじゃないですか。チーム紹介動画上げました、忘れた頃に YouTube 見たんですけどっていう入会の相談が結構あるらしい。当初の目的の一つ、ちょっとは果たしてるから、ね、はい、素晴らしい。ただしんどいはしんどいです。誰に何も言われてないのに1週間に1回アップしなきゃいけない苦しみとか。こんなチャンネルですけど、親方もターコーチも今年は協力していただきながら続けてまいります。よろしく。じゃあ今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。スゴー農園の提供でお送りしました。